皆さん、こんにちは。今回は俳優の佐藤健さん、神木隆之介さんなどが所属していた大手芸能事務所アミューズについて調査しました。2021年3月16日に佐藤健さんと神木隆之介さん、そしてロックバンドワンオクロックが3月いっぱいで独立することを発表しました。佐藤さんと神木さんは新会社株式会社コラボを設立し、アミューズも出資します。新会社の社長には2人の育ての親である千葉信弘常務がつく予定です。会長にはアミューズの大里洋吉会長が兼任で名前を連ねています。ワンオクロックも新事務所株式会社ワンオーナインシックスナインを設立し、ボーカルの高を中心に海外の活動に力を入れていくそうです。アミューズにとってより影響が大きいのは、次期エース候補である佐藤さん、神木さんの離脱であることが予想されます。事務所は2人の独立について、新時代に向かってチャレンジをする本人たちの意向を尊重したとコメントし、資本関係もあるため一見すると穏やかなのれん分けにも見えますが、その裏には巨大芸能プロダクションが権力闘争や世代交代で身動きが取れない実情が隠れています。もともとアミューズは大里会長が芸能界きっての老舗である渡辺プロに入社し、キャンディーズのマネジャーを務めるなど出世コースに乗っていましたが、社内で徐々に孤立し、渡辺プロの資本を受け入れない形で完全な独立を図ったそうです。大里さんは鍋プロの影響力を排除するために、マネジメントするアーティストの音楽出版権の一部を業界の大物に売却してまで独立資金を確保しました。苦しい船出だったはずですが、そこは鍋プロ時代から敏腕で知られた大里さん、独立後も次々とビッグアーティストを発掘してアミューズをあっという間に軌道に乗せました。独立のきっかけとなった原田真嗣さんに始まり、独立翌年の1978年6月にはサザンオールスターズが勝手にシンドバッドでデビュー。その後も爆風スランプ、ポルノグラフィティ、エレファントカシマシ、パフューム、フランプール、ベイビーメタルと現在までトップアーティストを世に送り出し続けました。福山雅治さんや星野源さんなど俳優とミュージシャンを兼ねるアーティストも多く所属しています。音楽業界で日本音楽事業者協会とともに二大組織を形成する日本音楽制作者連盟はアミューズが中心になっています。音楽業界で力を伸ばす一方で、アミューズはドラマ映画界でも成功を収めています。1983年に映画愛子16歳でデビューした富田春子さんをはじめ、深津絵里さん、上野樹里さん、吉高由里子さん、仲里依紗さん、そして5月から NHK 連続テレビ小説おかえりモネに主演する清原果耶さんと、きらぼしのごとく名女優が並びます。男性陣も福山雅治さんを筆頭に、寺脇康文さん、岸谷五郎さん、大泉洋さん、ディーン・フジオカさん、賀来賢人さん、野村周平さんと豪華な顔ぶれ。佐藤さん、神木さんが離脱しても吉沢亮さんが現在 NHK 大河ドラマ青天を衝けの主演を務め、新エースの期待をかけられています。アミューズは300人以上の社員を抱えていて、工業会社でもある吉本興業を除けば最大の事務所に成長しました。そして東証一部に上場している会社でもあります。かつてはホリプロや吉本興業も上場していましたが、買い占めの危険性やマネジメント方法に制約を受けることを嫌って取りやめたんです。音楽俳優と並ぶもう一つの柱がバラエティ部門。三宅裕司さん率いる劇団スーパーエキセントリックシアターの貢献度は実は大きく、三宅さん、小倉久弘さん、寺脇さん、岸谷さんといった劇団員がドラマや映画だけでなくバラエティ番組やラジオ DJ など活動の幅を広げることで、アミューズは芸能事務所としてだけでなく制作プロダクションとしても成長してきました。今回の佐藤と神木の独立は、俳優部門の次期エース候補が本家を割って出たことになり、株主としては明らかにマイナスです。
アミューズの俳優部門は長年にわたって福山雅治がトップでしたが、固定ファンは未だに多いものの、結婚を経て52歳となり下降戦に入ったことは否めません。事務所としても世代交代を急いではいるのですが、2017年の小出圭介さんの淫行事件や2020年の三浦春馬さんの自殺などトラブルが続いています。トラブルの原因としては、大里会長の一強時代が長すぎて世代交代がうまくいっていないというのが大きいです。大里会長という重しが外れたことで、音楽部門と俳優部門の権力争いが顕在化したんです。音楽部門はサザンというカリスマの存在でなんとか秩序を保ちましたが、一方の俳優部門は福山の人気に陰りが見え、小出さんの淫行事件で機能不全に陥りました。この事件でアミューズは5億円以上の損害賠償を肩代わりしたという報道もあります。さらに2020年には次期エースになるはずだった三浦さんが自殺。理由は今も明らかになっていませんが、看板スターの死を防げなかった管理責任はあまりにも大きいです。俳優部門のトラブルが続き、音楽部門との軋轢が強まる中で、パワーバランスを決定づけたのが2年前の中西正樹社長の就任しました。45歳という若さでの社長就任が話題になりましたが、社内的には中西社長がサザンのマネジャーを務めた音楽部門の旗頭であることが大きな意味を持っていました。中西社長自身は音楽部門を歩んできた人ですが、俳優部門を立て直さなければアミューズの成功はないと分かっていました。なので社長就任にあたって長らく俳優部門を仕切っていた市毛ルミ子さんを副社長に就任させたんです。市毛副社長は福山雅治の育ての親で、ドラマ映画界に顔が利き信頼も厚い。62歳と中西社長より一回り以上年上ですが、俳優部門の立て直しを任せられるのは市毛副社長しかいないと白羽の矢を立てたのです。しかし俳優部門のトラブルは収まりませんでした。小出さんの淫行事件を受けて厳しくなった私生活の諦めづけに、佐藤健さんや野村周平さんなどが反発したそうです。特に野村さんは素行が悪く、現場で目上の人に敬語を使わないなど問題になっていましたが、売れていたので誰も注意ができなくなっていました。市毛副社長が説得に当たったのですが効果が薄く、2019年の5月から1年間野村さんを米国留学させたのもその影響があったのではと言われています。そして俳優部門の空気が悪い最大の原因は、事務所を挙げての吉沢亮推しです。深夜ドラマしか連ドラ主演経験がない俳優がいきなり大河ドラマの主演です。若いうちから実績を積み上げてきた佐藤さんや神木さんからしたらたまったもんじゃないでしょうか。吉沢さんは野村さんがグランプリに輝いた2009年のアミューズ全国オーディション2009ザ・プッシュマンの特別賞をきっかけに芸能界入り。長らくくすぶりましたが、2017年の映画銀魂で注目を浴び、2018年に女性誌の国宝級イケメンランキング1位になったことでブレイクしました。2018年には NHK 連続テレビ小説夏空にも出演しましたが、ゴールデンタイムの主演は大河ドラマが初めてでした。吉沢さんにとって兄貴分だった三浦春馬さんは大河ドラマの主演を目標にしていました。三浦さん自身は吉沢さんの大河ドラマ主演決定を祝福していましたが、実績から言えばその格ではない。正直アミューズがかなり押したとしか考えられない抜擢です。順番を飛ばされた佐藤さんや神木さんにしてみれば、吉沢推しが面白いはずがありません。佐藤さんと神木さんはいつまでも混乱が収まらない上に、後輩を推し始めた事務所に見切りをつけました。そして新会社の社長に就任する千葉常務も、実はアミューズ内の権力闘争に敗れています。同世代のライバルとして争っていた中西さんに社長レースで敗れ、新会社の社長の椅子が用意された形です。佐藤さん、神木さんの独立の影響についてもアミューズの株主は注視しています。アミューズとしては新事務所に不満分子になりかねないスタッフ俳優をまとめられて一安心かもしれませんが、
アミューズの株主としては納得できなくて当然です。俳優としての評価は極めて高い2人なので、手放したことを後悔する可能性も極めて高いでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。それでは、また。